J2 ベガルタ仙台は21日、学校訪問パートナー企業のデータコム株式会社と仙台市内の正源東中学校を訪問。全校生徒280人の前でリャンヨンギクラブコーディネーター、42、ラがプロサッカー選手になるまでの話や、職業紹介などをする夢教室を開催した。努力をする大切さなどを学生に伝え、サッカー部員とも触れ合ったハリさん。 初めて中学生に向けた夢教室を終え、本当に生徒の皆さんが一生懸命聞いてくれた。少しでも自分の経験が役に立ってもらえればと話した。